あ、その前にちょっとね、隕石、うん、なんでこのね、あのマイナーな、ね、世界に山田さんが踏み込んだのかってあたりもちょっと皆さんに、はい、やっぱり慣れ初めあるわけですよ。ありますね。出会いも付き合いも結婚も、じゃあ隕石と俺は何があったんだっていうのを多分知りたい方が相当ハマっちゃってるのが今分かったと思うんですよ。いやもうあの私がファースト隕石ですか。そうですそうですそうです。ファースト隕石はもう半分騙された感じですね。ああでも半分は騙されてなかった。要はあの何これ隕石嘘でしょみたいな入って、いやお前これもう変えようと言われて、絶対いいことあるからって、じゃあいいことなかったら実験するんですかみたいなそんな感じのバトルがあって、で3万円バーンって置いて、で持って帰って、で1週間経たないぐらいに30万円の臨時収入みたいなのが入ってきて、あのもう10倍になってますよ。そうですよ、10倍になって、これ絶対、まあ一発ぐらいは偶然はあるなと。あ、じゃあまあいやいやそれ儲かったから、じゃあ10万分買うよ、まあ、一応ありがとうの気持ち込めて。すごいですね。そこでさらにまた攻めたわけですね。攻めた、そしたら今度同じ期間ぐらいに100万円が来て、また10倍ですよ。そうなんですよ、でそれが 2,3 回繰り返されたんで、ああこれはと、私以外の人にもきっとなんかあるんじゃないのかなっていうので、もうちょっと販売を始めて、3年後にはこんなになってましたね。3年ですか。3年です。まだ3歳なんですよ。それはでも隕石の導きですけどね。でちなみになんだけど、その最初に買った隕石とその、ね、3万円どぶに捨ててやるって買った隕石と10万円食らい上がれって買った隕石は何隕石だったんですか。最初は粉ですね。パウダー。パウダー、パウダーを買って、その後ギベオンですね。あ、10万のギベオンってなか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 な、なんかブレスレットだったのかな。あ、こういうなんかヒレプレートになってる、ワンポイントに入ってるやつ。なんちゃらストーンみたいなのがあって、そんなのだった気がします。確かにでもそういう話はまあ本当ね、やっぱり僕もこのね開運とか占い業界にいると、やっぱり隕石ならではのステップアップをした人っているんで、やっぱりそういうのもあるのかなと思います。やっぱりね、ほら1万年で一度の世界ですから、いろんなメモリーが入ってると思うんでね、僕もちょっとあれですけど、やっぱり生成が他の人と違うんだよね。そもそもはっきりこの人たちにはっきり言えることは、地球で生まれてないっていうだけでも不思議ですからね。普通の水晶さんたちとかもやっぱりね、気の遠くなるような数万年とかやってるけど、やっぱり一応地球、メイドイン地球ですけど、地球じゃないところでできちゃってるっていう段階でもアウトサイダーですよね。そう言われてみればこいつはそうですね。そうなんですよ、全くね、メイドイン地球じゃないから、何ですかそれみたいな感じで、うちらのルールは関係ないですけど的な感じで振る舞えるからねそういうのもあるのかもしれないね。お客さん的にどうですか、やっぱり隕石求めてきた人ってね、ほらいろんなお客さんと会うじゃないですか、やっぱりそういう人たちも多いですか。大きく2つにもきっぱり分かれますね。2つ、スパもうただただ隕石が好きな人、宇宙好きいると、あとはもうパワー好きですよ、ね、パワー好きもいると思う。僕もね、やっぱりなんだかんだで隕石じゃなくて、石始めてどれくらいっていうと18か19くらいからもう石始めてたんですよ。え、マジですか。そうそう、だから結構ね、35年ぐらいなあれがあって、で最初の頃にあったミネラルショーとか、初期の頃って僕は高校生ぐらいの時行ってた初期の頃って、茶色い服着たおっちゃんがいっぱいいたんですよ。作業着みたいな服着てる、で布袋みたいな持ってるおっちゃんがいて、でなんかアンモナイトの化石とか見てコココココとかやってるおっちゃんがいっぱいいたんだけど、80、90年代ぐらいから女神服っぽい白い服を着てる髪の長い綺麗なお姉さんたちが現れるようになってきて、でだんだんおじさんの数がひゃんぴれして減っていって、で今のミネラルショーのイメージに2000年ぐらいからガーなっていった感じがしますよね。最初の頃は本当に山梨から帰ってきたんです俺はみたいなおじさんたちがみんなで真っ黒ななんか泥だらけの水晶を見て、これはさーとか言ってる、あの時代が僕の入り口で入りやすかったんだけど、あ、そうそうそう、まあ、当時って結構やっぱりなんかね、ラピスラズリかムーンストーンか、タイガーハイぐらいしか選択肢がなくて、ラピスめちゃ高くてアフガニスタンがやばい時期だったから、結構取れなくて、本当このぐらいの3万とかなんかめちゃ高かったんだけど、今全然アフガニスタン、ね、マイルは安全だったから安くなったりとかねしてるけど、あったりしたね。アレクサンドライトもうちょっと安くてねとかね、
いろいろありますけど、まあでもね、隕石です。当時はね、やっぱりギベオンかな。なんかあのほらミネルウィスとか行くと、あの100キロぐらいあるあのヒゲモジャのアメリカ人たちがあのツルツルの T シャツ着ながらこんぐらいの売ってたりして、であのちょっと触ると錆びるか触んじゃねえとか、なんか英語で怒鳴られながらやってたのが、そんな感じでしたね。まあ、ちなみにね、あの監督が大好きなアンモライトもね、当時めっちゃ安かったんだけどね。そうそう、あったりして、アンモライト来た時ね、何なんだろうこれと思って見てましたもんね。そんなミネラルショーもね、また今年か、あ、ミネラルショー出ないですか、あの5月またねやるよね、新宿でね。あ、新宿出ないですね。あ、池袋は出ますね。池袋は12月、12月です。あれでかいよね、あれ回りきんだよね、ちゃんと見てると。そうですね、うん、ちょっと俺は行くかどうかまだ微妙なんですけど。なるほどね。一応出店はします。あ、そっか。まあまあ、そんな感じでちょっとね、一ヒストリアって、僕のファーストギビオン、そんな、ファースト隕石、そんな感じ。あの、アメリカのでかいおっちゃんが、あの、ちっちゃい、あの、本当にガンゴンガンゴンってカットしてある、あの、触ると先ちょっととんがってるような、あの、そうそう、ギビオンがこういっぱい置いてあって、で、グラムいくらみたいな、値段にわかる、よくわかんないけど、おっちゃんがウィキペディアのくらいと、いくらだとか言われて、そんなの買って財布に入れてたけど、でも思えばね、あの頃やっぱり運良かった感じがするけどね。コロと比べて今もうベラボーに高いっすよ。ベラボーに高いっすよ。ベラボーに高いっす、うん、あの頃なんかあの気分は手尽くす気分は手尽くすな感じで、アメリカの親父が適当な箱にガシャ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 とかってやってましたけどね。そっか。でもね、そういう風なね、隕石で、そうそう、鉱物マニアか、パワーマニア、パワーマニアですね。まあ開運したいかなって、まあ、一応あの、ね、形的には今日ここら辺でそういう風になってる感じですよね。まあ、もうそうですね、はい、もう今日はバチバチことかな。でもね、そんなもうそれほど、まあ、それほどまあパワーがね、隕石に関して未知なところも多いんだよね。うん。っていうの、なんでそのパワーに隕石に関して未知だっていうのと、なんかあのこういうなんかビーズレベルならあるわけ。これぐらいの隕石さんたちと真剣にお付き合いしたことがないわけですよ。なのでどれぐらいかっていうのが正直分かってないっていう、この、はいはい、なんかね、せいぜい15ミリ玉ぐらいぐらいなのを3つ4つのっけて、はい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 、おー、ギビオンとかにあるけど、こういうギビオンとはなかなか出会ってないんで、あれですけど、例えばですけど、そのパワー系のお客さんが来るじゃないですか、はいはい、お店に。はい、そうするとどんなインプレッションや、どんな感じになってるんですか、恍惚状態になるとか。まあ、これめちゃくちゃ面白い事件があって、一番面白かったのは、気持ちが悪いって言われたんですよ。それは、ね、あの気持ちが悪い のリバースなの、それともあなたが気持ちは、いや、それ俺自分最初分かんなくて、なんかこういうのあって、お兄さん気持ちがちょっと悪くなっちゃってって言ってトイレに行っちゃって、それっきり戻ってこなくて。長いですね。長いすごい、だったりとか、あとはそのビリビリするとか、なんかね、あれ石酔いって言うんでしたっけ、石酔い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 。でも最初はなんか石酔いする人がいっぱいすぎて、あ、俺は何やってんだろうって、はいはい、あのお客さんが来て具合が悪くなって大丈夫ですかっていう毎日を、このあの保健室 の保健の先生的な役割で、ちょっと具合が悪い人が来ては具合悪くなって、あ、大丈夫ですかっていう日々を、はいはいはい、うん、でこうやってね、やってとか、なんかネックレスここにかけてるかどうかもあるし、ああ、なんか役立ってんなみたいな。なるほどね、ネックレスがこのなんかバージョンアップしていくみたいな感じじゃない？浄化ですか？でもなんかじゃあこっちが、まあまあそういう感じなんだ。でも一応そうやってたりして、はい、で具合悪くなったりして、いや、それがね、なんかちょっとショックだったんですよ。あ、そうか、こんなにいいもんだと思って、みんなあの隕石と仲良くしてよみたいな感じでお店オープンしたら、来るやいないや具合が悪くなって、具合悪くなってきて、もそれがもう何回か続いて、さすがにもう慣れてきましたね。ああ、今でもじゃあそれは健在なんだ。全然健在です。はい、なんかよく俺気持ちはなんねえなって思いますね。ならない人はならない。うん、でもなるから偉いってわけでもなくってね。この辺なんかやっぱりあのなんかね、このスピ、まあね、スピ業界あんまり毒やらなそうでもあれなんですけど、やっぱり、ね、敏感マウントってあるんでね。はい、敏感マウント、敏感マウント、そうあなたは大丈夫ですけど私には無理ですっていうと、あ、すごい感度ですねみたいな。
はい、そういうのがあるんで、例えば敏感な人が上なんですか？上なんです。あ、そうなんですか？具合悪くなっちゃったから心配してるじゃないですか、一生懸命なんだけど、あなたは鈍感だから大丈夫だけど私には無理ですって言うと、さすがですみたいな、そういう空気もやっぱり、うわ、それ知っとけばよかったですね。キュッキュッバージョンアップしたやつ今ここで、ビビビビビビビ、それいいっすね。俺若干引いてましたもん。あ、え、なんか喋んない方がいいのかな俺みたいな。いや、だから敏感なんですね、お客様っていうことで、あとはこのリカバリーするのこの待っててあげればいいですね。あ、じゃあそれは敏感だったら、あ、お客さん敏感なんですねっていうのは、はい、褒め言葉でいい。そうです。褒め言葉で OK。